マツダはクロスオーバー SUV CX-5 の2013年販売台数が38,520台となり、同社を発売した2012年に引き続き2年連続で SUV 国内販売台数第1位を獲得したことを発表した。CX-5 はスカイアクティブ技術と新デザインテーマ魂道鼓道から ソウルオブモーションを全面的に採用した初めての車種として2012年2月に導入。上質で気持ちの良い走り、優れた環境、安全性能とともに生命力と躍動感を研ぎ澄ませたスタイリングを実現し2012から2013日本カーオブザイヤーなど世界各国で様々な賞を獲得している。 CX-5 の2013年販売台数、うち、クリーンディーゼルエンジン、スカイアクティブ D 搭載車は、約75%となる2万9000台を超えた。国内クリーンディーゼル乗用車の市場規模は、2011年の約9000台から、2013年の約7万5000台へと拡大しており、松田では、CX-5 により、 同市場の拡大を引き続き牽引していきたいとし。